はい、電撃プレイステーション編集長の和尚です。そしてはい、電撃オンラインの KYS こと清です。はい、ということでですね、この動画では電撃オンラインの1週間の記事の中から注目のねゲームニュースをピックアップして紹介する動画になります。はいはい、今回の範囲は11月の8日から11月の14日までにのニュースの中からいくつかピックアップしてお届けします。はい、じゃあ今週のニュース見ていきましょう。はいはい、ということで最初のニュースは、あのパズドラに劇場版シンカリオンの早杉隼人&飯子はやぶさが参戦ということで、なかなか暑いですね。暑いですね。まあだからシンカリオンということで、まあ、あのパズドラもいろんなコラボやってますけれども、はいはいはい、かなりあれですね、年齢層的に若い人たちが興味を持ちそうな感じですね。そうですね、小学生とか幼稚園児とかまで興味持てる、うん、そう、やっぱねシンカリオンって子供たちの間でかなりの人気になって、うん、でまあ、このガンホーさんの、ね、より配信中のパズル&ドラゴンズで劇場版新幹線変形ロボシンカリオン未来から来た新速のこれなんて読むんでしょう、アルファ X です、アルファ X ですね、との初コラボ企画が11月18日10時から12月2日9時59分までに開催されますということで、本コラボでは主人公の早杉隼人&飯子はやぶさをはじめ青龍&ブラックシンカリオン、初音ミク&越後はやぶさなどの人気キャラクターたちが参戦します。越後はやぶさがね、あの北海道走ってる新幹線なんで、ね、ミクつながりってことですよね。なるほどね。で、全コラボキャラクターはオリジナルイラストになっていますということで、そちら辺も注目していただければと思います。はいはい、次のニュースです。ドラクエビルダーズのね、大ボリュームの体験版が配信というところで、もう発売中ではあるんですけれども、PS4 と Nintendo Switch 用のソフトドラゴンクエストビルダーズ2のたっぷり遊べる体験版が無料配信されましたということで、どのぐらいたっぷりかというと、あのモンゾーラ島をあのボスの手前までっていうのが、うんうん、ゲームの、まあ、いわゆる第一章的なあのあれです、ね、大農園を作るという目的 の、 あの、はい、島になるんですけども、そこの島がほぼほぼ丸ごとプレイができる、うん、かなり遊べる感じですか ね、 ですね。なので、しかも、ね、製品版へのセーブデータの引き継ぎが可能っていうところなので、うんうん、ビルダーズちょっと気になってたけどまだやってないんだよなっていう人は、うん、この体験版からひとまず始めて、面白ければそのまま製品版買って、ね、移行してもらえればなというふうに思います。はい、次のニュースです。次は実写映画ソニック・ザ・ムービーが2020年3月27日公開。昔公開されたソニックのグラフィックからかなり実際のソニックに近い形に今回なってる、なりました。目が大きくなって、そう、体つきも人間っぽくなくなったっていうんですかね。よりソニックらしくなって、はい、まあ、これ見るとソニックファンの方もかなり納得なんじゃないかなと。そしてね、最新の予告映像とポスタービジュアルが公開されたということで、まあ、内容的には地球にやってきたソニックがね、ひょんなことから出会った警官と、あ、保安官と相棒になり、ソニックのスーパーパワーを狙うドクターロボトニックの野望を阻止するためなのかけると。ジムキャリーさんなんですね。そう、ジムキャリーがドクターロボトニックなんですけど、でこのドクターロボトニックって、うんうん、あれソニックだったらあのエッグマンじゃないの、ドクターエッグマンじゃないのっていう人いると思うんですけど、これドクターエッグマンのあの本名というか名字がロボトニックなんですよ。ほうほう、だからエッグイコールエッグマンなんですよ、やっぱり、うんうんうん、だからあの予告映像見ると、あの、うん、そのジムキャリーがの姿もちゃんとエッグマンっぽい形の姿をしてるんで、その辺もね、ぜひね、こう予告映像でチェックしてもらえたらなと思います。意外と近いですね、3月ね。そうですね、どんな感じになるか、かなりね、あの疾走感あふれる映像だったんで、ちょっと楽しみですね。はいはい、次のニュースは、ですね、FFBE 現役説を ×FF タクティクスのコラボが決定という見出しなんですけれども、内容的には、まずね、あのアプリのオーブ・ザ・ビジョンズ・ファイナルファンタジー・ブレイブ・エクスビアス現役戦争が11月14日に配信開始ということで、はい、それに合わせてね、公開された生放送では、FF ・ファイナルファンタジー・タクティクスコラボの発表とか、ファイナルファンタジー14のコラボの続報が発表というところで、まあ、あのまず14コラボでどんな内容かというと、まず事前登録とか、うん、今のタイミングで始めるとヤシトラがもらえると。そうですね、ヤシトラもあれですね、漆黒のヴィランズバージョンなんで、うんうん、あれですね、魔女タイプの、はいはいはい、衣装のヤシトラですねが、もらえるほか、あとはあれですね、コラボ召喚でサンクレットがもらえたりとか、あとコラボイベントクエストでそのヤシトラを強化できる、うん、かけらとか、あとは、うん、ガンブレードのね、ライオンハートのライオンハートイミテイトのクラフトレシピがもらえたりと
いった感じのコラボが展開という感じになっております。そして FF タクティクスのコラボで、これはねまだ時期未定みたいですけれども、はい、FF タクティクスコラボではあのラムダとかガフガリオンとかオルランドが登場というところで、まさにまあ、うん、FF ねあのナンバリングシリーズだけではなくて、はい、タクティクスも含めていろいろと、今盛り上がっているという感じですね。はい、そして次のニュース、龍が如く7の体験版が配信開始というところで、はい、ですね、TGS でも体験版っていうのが CU できたんですけれども、うん、その時はサエコっていう、 あれですね、女性キャラクターをパーティーメンバーに追加して、うんうんうん、4人パーティーでバトルとかが体験できる体験版が配信中ということで、まあ、それだけじゃなくてね、街のいろんな施設だったりカラオケだったりとか、はいはいはい、いろんなことを体験できる、かなり遊べるね、体験版になっております。でこれが発表されたのが、11月13日 の完成披露会っていうイベントが、はいはいはい、僕も行ってきたんですけども、まあ、そこで、ね、中井貴一さんとか安田健さんとかもう割とそうそうたる面々、がね、堤真一さんとかがしてゴージャスですね。ゴージャスですよ。でそこでね、プロモーションビデオも公開されたんですけど、うん、なんとそこのプロモーションビデオでかなり物語の核心をついた割とネタバレに近い内容と他に、はい、最後に桐生一馬が一瞬登場するという、ちゃんとイベントシーンで桐生が登場している編、シーンがね、公開されたというところで、そこら辺も楽しみなところです。はい、はいはい、でここからは週刊ソフト販売ランキングトップ10のコーナーでございます。集計期間は11月4日から11月10日までの1週間になります。ということでまず4位以下なんですけれども、まあ、いきなりね、ニードフォースピードヒート入ってきてますね。やっぱりいいゲームですから ね、やっぱレースゲームファンにはかなり息の長い人気を持ったタイトルですので、そちらが5位という形になっております。はい、はい、じゃあ早速3位見てみましょう。はい、リングフィットアドベンチャー強いですね。強いですね、結構ハードだって聞いてるんですけど、はい、みんな使いこなしてるんでしょうか、これ。なんかこれ電撃オンラインでもね、動画が上がってるんでね、ぜひ見てくださいって感じですね。ダイエット対決的な動画が ね、はい、ぜひそちらも見てください。はい、そして2位です。はい、2位はルイージマンション3ですね。こちらが、こちらもかなり売れてますね。そうですね、発売して約1週間ぐらいとかなんかタイミングですか ね、安定して売れてます ね。そして、まあ、このタイミングで言うと1位はあれでしょうというところで、ハイドン、はい、デスストランディング、やっぱりかやっぱりかっていう感じですね。まあでもかなりね、本当に独特なゲームなんで、うん、他ではちょっとねプレイ感覚的に味わえない、うん、かなりこう個性の強いゲームなんで、やっぱりねゲームファンの人は一度はね手に触れてみてほしいなというふうに思います。19万本なんですけど、うん、DL 合わせるとどれぐらいってんですかね。最近ね、だからダウンロードの比率がね、まあ、もちろんこの週ランキングの本数っていうのはパッケージの本数なんで、はい、ダウンロードの本数がどのぐらいかっていうのは、ね、気になるけれども、うん、結構 FPS とか高いらしいですからね、ダウンロードの比率がね。デストランディングも比率高そうですからね。高そうなんで、実際はねもっといってるのかなと、はい、あと全世界でもねどのぐらいのヒットになってるかもちょっと気になるところですね。